ちらかな、ナッチンというですね、これクラウドファンディング、こんだけ今色を揃えています。5色タイムアタック。左右一緒かしら、違うかしら。あ、もう差し込んで動く感じ。皆さんこんにちは、プラマイドル講座のキノです。今日も始まりました無限地 TV。 今日はですね、何やら可愛らしい箱がいっぱい置いてあります。タミコさんのチョイプラというシリーズを紹介していきたいと思います。で、こちらじゃーん、一番有名なのはこちらかな、ナッチンというですね、これクラウドファンディング企画されて、で見事集まったのでこう発売されたという、みんなで作ったプラモデルキットなんですよね。で、今はいろんな種類が出ていて、じゃーん、クレオパトラー、こんな感じでたくさんいろんな色も出てたりするんですよ。これナッチンすごい有名なんですけど、せっかくこれ5色もあるので、サクッと組んでですね、どんな感じなのかなっていうのを紹介しつつ、このカラフルさを楽しんでいけたらいいかなと思っております。いっぱいカーン、キーン、タイフィンチャー、こんだけ今色を揃えてます。5色、これがね、クリアピンエンド、オレンジエンド、ブルーエンド、グリーンエンド、ピンということで、全部出してみようかな。そうそうそう、これのね、また面白いところが、よいしょ、なんとランナー同士がですね、ここでつながっているので立ってしまう、立つランナー。でもこれ自体外せるんだよね、こうね、こうね、ほらほら、外せるようになっていて、で3つこう接続されて、壊れないようにね、パッケージに入ってます。で、なんかカラフルで可愛いから、これを並べようかな。いいよね、このちっちゃいサイズのプラモデルってなんでこんな可愛いんだろうね。ミニチュア感というか、なんか集めたくなる感がすごい気がする。ちょっとカラフルな感じが可愛いね、今ね。あ、クリームパーツだけちょっと硬い。おお、まあクリアだしね、プラの質がちょっと違いますよね。よし、ふん、ぬ、と、はい、という感じにランダーを出してみました。このキラキラしているこのランダーたち、めっちゃ可愛くないですか。じゃーん、せっかくなんで作っていこうと思うんですが、タイムアタックをしていきたいと思います。まあ、どこ同じもの作るんだったらね、これ説明書がこのね、パッケージの中に入っている紙の底の部分に書いてあるみたいで、これかな、こんだけシンプルに書いてあります。まあこのね、この形になるんだよっていうのを見ながら組んでいけばいいのかなとは思うんですけど、何分でいくつ組めるんだろう組んだことが全くないキットで、キャビコさん自体が初めてなので、ひとまず順番に作っていきたいと思います。レディーゴー。はい、カウントが始まりました。頑張っていきたいと思います。さてと、とりあえず全部切ったらいいのかな。あ、これ緑切りしましょう。よいしょ、緑切りしてる時点であんまり早く作る気がないのがバレバレだと思いますが、まあなんかせっかくね、可愛らしいんでね、楽しいと思います。にしてもあれですね、カラーがいっぱいあるの可愛いんですけど、結構ね、ボールが大きめ、なんかボールの輪っていうよりはこうなね、パーツの形をしてると思います。いやいや、よよ、あ、まだこれあるんちゃうかね、パーツ、これもパーツですね、多分ね、ここね、よよ、とりあえず切る、とりあえず切る、切って、まとめて組む、切って、まとめて組む、切って、まとめて組む、よし、本当に一気に切っています。とりあえず切る、とりあえず切る、で、一発で切っても切れそうなところ一発で切っています。えいえい、いやいや、なんかランナーだと思ってるところにパーツがあるのがね、
あのパッケージの中にどう入るかっていう設計もされてると思うので、よりミニマム感というか、なんかね、こうお家に置いといても困らないサイズ感がありますね。で、エコマー組んでみます。これとこれをまずはパッチンかけとけ、いいのか、え、間に挟んでいかない、挟んでるかな、これが腕っぽいですね。おー、あと、あ、このまま差し込みそうな感じなので、はめてから、あー、はい、すっごい細いんですよ、こうやって細いんですの、これがなんと入ってて、しかも、ね、緩くないからこう止まるよ、止まります。うん、あ、めっちゃハマりがいい。いいから、スッとね。あ、すごい、足クロスするようになってるの、最初から。うそー、寝てがいいんじゃないの。ちょいクロスやね、ほら。オッケー、ほら、綺麗な台座じゃない？いいね、いいね。そして、これが後ろにハサミ、おお、これもあれですね。丸とピンになっています。オベリスクタワーちゃんが1個サクッとサクッと出来上がりました。サイズは今テーマ横に置いてるんですけど、何センチぐらい、12センチぐらいかな、高さ的にはね、うん、になり、まあ、これぐらいの可愛らしさなので、ここからね多分色を塗ったりするのが楽しいんじゃないかな。まあ、成型色でも可愛いよね。だってこれ今から5体作るじゃん、絶対可愛いじゃん。ということで、アタック中だったっていうのをね、すっかり忘れてね、さっき説明ばっかりしてたのね。そんな時間じゃないんだ、タイムアタックをしているんだ私は。そうよ、タビコちゃんの可愛らしいツメルプラモを積むんじゃなくて崩すんだよ。フィッシュな目標とか言ってなかったけど、早く組むが目標です。なんだね、今日考えたら何で組むか言ってなかったわ。今日目標もなくタイムアタックをしてしまっている。どれくらいで組めるんだろうね。皆さん今から予想してみてください。じゃあ最初にそれを出しておきましょうね。永遠と作るという動画をやっております。でそれと比べるとね、パーツの量とあとすんなり組める感が全然違うので、正直気持ちが楽です。楽ですね、それは楽ですね。
なるんですけど、ちょっとパタヤかなっていう感じがこの子もありますね。はい、ステージめっちゃかかっているあら、あら、こんなにかかったんですの。なんと、じゃーん、22分33秒もかかってしまった。まあ、1個あたり4分ってことなんですね。じゃあね、そうそうそう、けど、それぐらいサクッと組めて、で、すぐ出来上がっちゃう可愛らしいキットなので、こっからね、結構ね、モールドとかがしっかり彫られてるんですよね、こういうの。ほら、これ塗りたくならない、こういうの。めちゃかっこいいやん。パッケージを見てもさ、パッケージもこうやって、あ、こっちの方がいいかな、こうやっていろんな色が使われているので、こういう感じでね、筆塗りしてもいいですし、で、さらにこうね、金色だったりとかっていうのをかっこよく塗ってもいいのかなと思います。このままでもかなりかっこいい。というか、今回さ、カラフルに並んでるだけでめちゃ可愛くない？これやばいな。じゃーん、綺麗ですね。セティ色がね、こうね、爽やかな色合いだったりとかするので、このピンクがまたね、透明な子、とっても可愛いですよね。ちなみにナッチもね、せっかくなんで作っとこうかなと。作ってみましょう。ナッチもね、同じ感じでね、ファンランナーなんですよ。じゃーん、こういうパーツ構成、 この状態でこうやって置けるさ、プラモデル珍しいよね。で、ランナーはこんな感じ。じゃーん、1枚目胴体のとこですね。まあこんな感じで結構大きめのパーツになってます。で、2つ目がこれ。じゃーん、結構ね、この手のところとかね、細かいモールドが深めに彫られています。はい、で、もう一個が結構細かいパーツがくっついてるランナーですね。この3枚になってます。で、せっかくなんでね、今ね、作ったクレオパトラにこう見守られながら始めようと思うんですけど、なかなかの工程よ、これ。ほら、じゃーんナッチンからのクレオパトラ。これやっぱね、こう、いっぱいいろんな色で並んでる方が軍勢っぽくってめっちゃかっこいい。いいね、この方がいいね。ということで、見守られながら私は作っていきます。まあ、まずはこれ切っていかないとって感じだと思うので、ひとまずパーツをね、切り離して、で、あとは組んでいこうかなと思います。ちゃんとね、あの、説明書には番号とかも書いてあって、右と左で違うパーツもね、分かりやすくなってます。なんかこんなにまとめて切らなくても、番号通りに切っていけばちゃんと組めるんで安心してください。私はちょっと横着なだけです。親指のようなところが1本違うところにパーツになっています。おーおー、そうなんや。で、こうお構いなしに切っていく高速でよ。じゃじゃん、オッケー。で、まずは足元を作ります。はい、足がこれに、この子をこう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 、あ、なるほど、なるほどね、なるほどね。結構動きますね、これって。ほら、ブン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 、へー、動きます。で、これを今度は胴体のこれとこれの、ここかな、ここにこう当てはめて、おお、止まった。箇所があると思われるんですが、私はどうやらその位置を探れていないようです。お、はまった。あ、はまった、いい感じ。ジンっていう感じで、はまったら今度は腕、腕ですね。腕もこれと、お手はね、重ためなんですよね。こうね、こんな、こんなパーツになっています。細かいです。で、こうつけて、ちっちゃいから吹っ飛ばないようにしないと、ちょっとこう、あ、手にはまるね。で、これもこっちで、あ、めっちゃ綺麗にはまるね、めっちゃ細いのにね。こういう感じ。あ、すごいすごいすごい、これ、こうやってやっても取れないぐらいにはいい感じにはまった。いいじゃん。で、
目をここの出っ張りが左右一緒かしら違うかしら。あ、なるほどなるほど、左右ね、ちょっと左右一緒一緒一緒やな。うん、でこれをここをつけました。はい、これもこれつけました。はい、でこれを LR につけます。出っ張ってる方が後ろだからこっちかな。おーおーおー、 OK。 でこれをまたさっきのねこの後にはめていって、よいしょ、うん、こういうね回り方をします。ちょっと切り込みの入ったのを差し込んで動く感じ。蓋をしたらもう完成じゃないのかな。完成の前にどん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 パーツポロリがあるよあるよあるよ。これをこっちに締めたら、はい、お、止まった。ここがね、干渉するのにちょっと足がね、あー、はまった。そうね、ここの足のところがね干渉しないようにだけしてはめていくといい感じにできま、あ、できま、したー。かわいいね、確かにこれね。これがキャビコさんの一番人気と言われているナッチリン。ブレネがつきすぎてヤバいと言われているナッチリンですね。めちゃかわいいですね、これ。ほら。サイズ感、親指ぐらい。ほら。めっちゃかわいい。やば、ここかわいいね、うん、ケーブルが出てる。ナッチンのね、これね、デザイン画もね、かわいいんですよ、ほらかわいいんですけど、そのフォルムをね、もうぴったりと再現しているこのね、ランナーパーツがいいですね。はい、かっこいいよ。四角くて丸くてかっこいいよ。これは迷彩色とかに乗りたくなるですね。めっちゃいいやん、めっちゃいいやん。いや、私のナッチンだよ。いや、そういう感じじゃないと思うけど、怒られそう、言ってて。ふーん、素敵。これ確かにこっからね、塗るのも楽しいだろうな。このナッチンはね、これ最初からこういう色合いなのかな。他の色もあったらごめんなさい。そう、こういうグレー色なので、その後塗っていくとかしやすいカラーリングになってます。塗った方がより楽しいよってことを言ってくれてるんですね、まだね。うん、そうだよ。ねえねえ、僕のことを塗ってよー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 、ふぃーん、という感じで、はい、ということでですね、キャミコさんのチョイプラ、こちらの2種類ですね、クレオパトラオベリスクタワーと陸上自衛隊07式戦車ナッチ、まあ、07だからナッチなんだけど、を組み立ててみました。で、1個あたりだいたい4分ぐらいで組めちゃうような、サクッと作れちゃう、だからチョイプラなんですけど、素晴らしい、いろんな色もあるし、ね、お手頃、なんかプレゼントとかにちょうどいいサイズだよね。このね、パッケージも可愛いしね、なんかプラモっぽくない箱、中がこうクリアで見えるみたいな感じもまた可愛らしいポイントかなと思うので、たくさんこうやってね並べて色を集めて楽しんでもいいし、こういうね1個を丁寧に塗って楽しんでもいいかなと思います。まあね、また後日私はナッチンをね、色を塗って遊んだりしようかなと思ってるので、なんかいろんなパターンで可愛らしい色だったりとか、あとはなんか箱よく汚したりとかみたいなのをして遊べたらなと思っております。という感じで、今回は初めて作ったチョイプラでした。この商品欲しくなった方は概要欄にリンク貼っときますので、よかったら探してみてください。以上、マケンチュ TV でした。高評価やチャンネル登録、ぜひコメントもお願いします。あと、こういう風に塗るのがこれは楽しいよっていうコメント、ぜひぜひ。バーイ。